안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미영입니다今日で우영우レビューの2本目になりますけれども、いや1本目のところにね、皆さんいろんな、まあ、意見であったりコメントいただいてありがとうございます。あのその中でめちゃめちゃ一理あるなっていうか納得した意見があって、うん、やっぱ韓国って1週間に2本ずつドラマが上がるんよ。言ってたね、うん、めちゃくちゃこっちからしたら新鮮やけどな。そやな、日本はだいたい週1回やもんな。絶対なんで3話ずつ見ていたら分からんけど、これを制作してこうアップしていくその段取りに合わないというか、演出上狙ってた部分が年としてはちょっとずれたりするかもしれないんで、うん、合わせよ、うん、一応今日はまたもう1回3話見るんですけど、その後からはまた2話ずつ見ていこうと思いますんで、すいません、あのちょっと話がコロコロ変わってしまいまして、ここだけご了承いただければなと思います。今日はね456見るわけやけど、3話終わり覚えてる？覚えてるよ。3話にして主人公がもう題名とは違うものになるんじゃないかっていう。あともう一個、その友達はまた出てくるのかとか。前回3話見たのに1話しか出てないから、うん、俺はもうぜひもうどんどん出てほしいんで。確かに。じゃあ今から456まで見ていきましょうか。はいはい。토지수용보상금제대로나눠야될거아니냐。장남이5할차남이3할막내가2할민법의상속법이라고있다。장남이차남보다차남이막내보다더많이가져가게돼있어。まったやこしい事件や。なんか自分も末っ子やからすごいなんか複雑なんやけど。ああなるほどね、ほんまやな。でも舞さん絶対こういうふうに言わんやろ。おお、もう早速出てきた。あさとくんって속아가지고이상한각색고장찍었대。あ、俺じゃ완전망했어요。うわ。정부에서보상금이나온대요。あ、얼마나？100억이요。시골애들이라순하고착하대。하지만아무리도망쳐도수업시간에교실에서일어나는일까지막을수는없었어요。교생선생님은어디에서상수를하셨습니까？와미안，교대가리라서맞아도안아플줄알았지。너앞으로한번만더수업시간에노래방갔다걸리면죽는다。대답은다하나까로해라。알았냐？알았다。뭐？알았다니까。これやばいドライヤーな。그럼송무팀에가서이준호씨를찾아。이준호씨는인기가많아。그런걸어떻게찾아？특징을말해야지。키가크고키크고잘생겼어。어서딱끊어。이준호씨。오와，そっちがタイプなんだね。なる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 。なってまなってま。개살김밥이아닙니다。게맛살의주원료는명태살원유지게살이아닌데요。알바님아，쓸데없는소리하지말고。사약도는알바이트야。상속법에따르면장남이차남보다차남은막내보다많이가져가게되어있다고말했습니다。맞습니까？아니요，기억나지않습니다。피고진실만을말해주십시오。아삼촌구박하지마요。증거를가지고오세요。아왜하트를걸었을까싶어요。怖い怖い。증거를만든다。오오다。CM みたいな。와どうする。여기놀이할아버지여기는내집됐어。혼자。どうする？こっから。수준자가증여자나그직계혈족에게범죄행위를했을때증여자는증여계약을해제할수있습니다。에이손나왔네요。혹시증여해지를노리고폭행을유도한것은아닙니까？그렇다는증거있습니까？이거봐봐，불준게이번데평생기억할거야。最高やな。うわ、いやすごい。あの発想がすごい。集中해、전체참여정신으로。準備됐나？이준호는우영우를좋아한다。좀보라고안나보라정답은。니네딱줘봐요가시죠。다다이준호는
도안 참이야 거짓이야 어서오세요 아니 무슨 김밥인데 김밥이 무슨 뷰티 인사이드 돼 아우 비싸 어 오갔다 소 와 아오이 소 소라 방금 속으로 저 여성이 장담이라고 생각했습니까? 딸 아니에요 예 아저씨 수고 아니 다리 수 손님 오셨습니다 인간도 다리도 팀장 우와 연구 개발실에 이쪽은 메가네가 한샷때 그리고 2019년에 열린 시카고 국제 엔지니어링 페어에 가셨습니까? 잊지만 와카야스야스 배성준 씨에 대한 참고인 신문을 신청합니다. 고미드라 와카루 홍수걸. 제 이름은 배성철. 우와. 그리 시작했잖아. 우영과 웬일이야? 군내 식당 밥을 다 먹고. 자식거리. 오늘 저녁 메뉴가 김밥이라서. 김밥 나온다는 말해줘야겠네. 우정창창 우영은 내 별명 아니야. 나도 그런 거 만들어줘. 너는 봄날의 햇살 같아. 너는 나한테 강의실의 위치와 휴강 정보와 바뀐 시험범위를 알려주고 너는 밝고 따뜻하고 착하고 자정한 사람이야 봄날의 햇살 최수연이야 태수미입니다 앉으세요 한 가지 여쭤볼 게 있습니다 오래된 소문이 하나 떠돌더라고요 혼의 자식이 있다는 소문입니다 들어보셨습니까? 믿고 가도 되겠습니까? 그럼요 아카시트를 이어나 뭐야 그런 약해 빠진 소리 하지 마십시오 4년형은 무슨 4년형입니까? 저희는 피고인이 집행유예를 받을 수 있도록 최선을 다할 것입니다 어, 뜨거 사건 하나에 너무 많은 시간 쓰지 않게 균형 잘 잡고 아, 네. 네 알겠습니다 오, 좀 시키고. 가봤다. 변호인은 본관이 어딥니까? 단양 모씨입니다. 뭐가 그리 급해서 남의 말을 이렇게 툭툭 잘라먹습니까? 충청도 사람 같지 않게. 저희 안동김 씨인데 풍산은 안동시에 속한 지역이니까 넓게 보면은 동양이라고 할 수 있겠습니다. 어, 정말 뭐 그러네요. 변호인은 본관이 어딥니까? 어, 재판장님? 방금 재판장님이 남의 말을 잡았어요. 뭐요? 재판장님은 재판장으로 있는 법정에서는 남의 말 끊기 금지입니다. 저는 원주 최 씨입니다. 최보현 판사님도 원주 최 씨입니다. 아버지 씨거든요. 아이고, 최보현 부장판사고 내가 참 아끼는 후배예요. 종종 밥도 같이 먹어. 아들이 내 의사는 얘기 넓히 들었는데. 아, 우리 무슨 얘기 했지? 아까라시 대작할 것 같아요. 강코코야나, 마지대. 오, 히사비사 됐대요. 밥이 넘어가, 이 멍청한 자식아! 뭐 하는 짓이야, 미쳤어? 너 때문에 물 건너간 정의로운 의사들의 모임, 정의로! 너 애들 데리고 공익사 그만하라 그런 거지? 명서가 너 경력이 몇 년인데 아직도 이런 실수를 하니 짜증나 회사 걱정은 나 혼자 하지 죄송합니다 젊은 변호사들이라 열정 넘치는 거 이해합니다 열정도 부릴 때가 있고 안 부릴 때가 있는 거예요 젊은 변호사들이라서가 아닙니다 개하심 씨가 위대한 어머니라서 이러는 겁니다 지금까지도 자신이 무엇을 잘못했는지 제대로 이해하고 있는 것 같지 않습니다. 출소 후 다시 딸을 찾을 수 있다는 생각 하나만으로 그 모든 시간을 견딘 위대한 어머니의 사정을 헤아려 주십시오. 배심원 여러분, 저 판결서 주시겠습니까? 배심원 7명 만장일치로 징역 4년. 이제 판결하겠습니다. 주문, 피고인을 징역 1년 9월에 처한다. 이 판결 확정일로부터 3년간 처벌을 받을 목적으로 자수한 점을 특별 양형인자로 참작한다. 본사에서 젊은층 대상으로 홍보한다더니 요즘 딸 데리고 오는 고객님들이 늦으셨어요. 딸 원하시면 지금도 늦지 않으셨어요. 아무것도 이유 없잖아. 왜? 딸 있잖아. 가봐.
何この似合わせだけ。へー、はい、ラッシャー。もうね、もう見ながら毎回言ったけど、出てくる出てくる事件もうややこしい。うん、二人待望の友達も出てきて、うん、ああもう、うん、4話始まってすぐ出てきた、うん、なんならその友達の事件みたいな感じやったやん。確かにね、今回ね456見てこの4話の事件がもうマジで腹立ってこれ自分やったらもう絶対許さんけどな。私も無理かな。最後の終わり方は全然納得いってないもん。もう多分私やったら、まあ、3等分にして自分は20億にしますと、その他の後の20億、うん、目の前で違うところに寄付する。だって最後のお兄ちゃんたちの話も、うん、はって思いながら聞いてた。無理な理由になると思ってるんって思いながら見ちゃったから。ほんまにね、あれはヨング弁護士が思いついて、うん、やっとこさなんとかなったけど、めっちゃ難しいやんか、うん、あんな調べくってたらね、なんならその友達まで買収しちゃって積んだ状況で、もう友達の演技力でなんとかなったっていう。でそれで取り消す効力を持つ結果になるっていうその法律もええー、と思った。ほんで俺は三男もあれはあかんと思う。まあね、間違いない。俺がトングライムの立場やったら、うん、マジで怒ったと思う。もうほんで三男を演じたあの俳優さん、うん、もうなんかめっちゃドハマり役っていうか、どうやってあの親からどんぐらい出てきたか。ママやな。そうかもしれない。あの人は今まで演じてきた役、ミオは何で覚えてる？何で覚えてるやろう。プサネンの、あーおー、キャシオさんや。そう、あとトンネルの目玉焼きが、あーしても、優しい人や。そう、もうそういう役で出てくる俳優さんなんだよ。あとあれね、ドングラミとウヨングの関係ね、狂ってるね。あれはマジで。だってカラオケ行かれへんからって放送室で歌やろ。めちゃくちゃおもろいやん。ほんで先生もたまったもんじゃないよね。男の先生よかったな。デコピンしたいけどこうなんかみたいな。うんってなった。グーってやつ。あと今回見ながら面白かったのは5話が、まあ主人公がずっと正義として描かれること多いやん、うん、でもなんかまあ正義じゃないやんか、うんうん、それをまあ踏まえでの、まあ、成長させるそういうストーリーにしたのが、それはちょっと面白かった。やっぱり依頼者がこうで弁護士がオッズになっちゃうから、うん、なんかそこら辺難しいなと。この5話の時のウヨンウの心情になった時に、うん、絶対弁護士できんなって思った。なれるはずもないけど、自分やったらどうすんのやろうって。ちょっとだけリーダー社の ATM の居場所を教えたのがウヨンウ弁護士なんかなっていう小さな期待もあったもん。やってくれてへんよな、でもなんかちょっと期待持っちゃうなみたいな。実はウヨングのおかげでとかにね、やってほしかったってことやな。そう、今まで俺は6話見たけど5話だけクジラのシーンないねん。あー確かにね。それぐらい、まあ、ウヨングが悩んだ回だったっていう。正直言って、うん、俺もし弁護士になるとなると、ゴン弁護士みたいなやつになりそうなんよ。あー腹黒の方ね、はいはい、全面的に悪ってわけじゃないんかなって思うんよね。あれもなんか弁護士、そう、うん、弁護士なんだよね。そう、自分の依頼人を信じるというか、ただひたすらに信じてやらなあかんのかなとかも思うし、でもだからって真実に目を背けていいのかなっていう、そこやんな。そこが弁護士が主人公のやつの、まあ、特徴でもあるのかなっていう感じやな。この5話の依頼人もめちゃくちゃマジで営業部の人やんっていう、そういう雰囲気もドハマリーの人だったから、すごいなと思いながら見てた。私逆、もう一人の方の依頼人の方がすごいなって感じでした。中小企業の社長さんっていう。あとはあの人やろ。あの俺らがもうこの前麻衣さんとね、犯罪都市一緒にもう一回見て、そこでも まあまた気づいたやんか、うんうん、まさかまた出たっていう。出た ね結構ね、このドラマ釣り線の患者さんで出てた人たちが結構出てくるから、うん、それを分かる面白さもあるなっていう感じだった、うん、この456だけでも3人ぐらいはもう被ってんなと思ってる。
あとあの人気づいたのめっちゃ面白かったな。ビューティーインサイト。あすごいな。もう顔がめちゃくちゃ印象的な顔やから。シーンも印象的やと思うね。まあ、あと5話の中のセリフの中でめちゃくちゃね印象深かったそのセリフ。自閉症の人は自分の世界で住んでる人やから他者とのコミュニケーションの中で真実なのかどうかっていうのを見極めるのが苦手っていうあのセリフあったやんか。いやこれすごいなと。なんかめっちゃ納得した。うん。あの言葉聞いた時にあなるほどなっていうのはすごいあったね。マジでちょっと頭打たれたかのような感じだったもん。ほんで5話の最後らへんにねあのテさんの代表に噂があるとバラしてるやんこれ完全に本当にこの456でもうカッてカッてゼロからカッてどう絡んでいくのか好きになるな。半分もいってない状況でここまでバラしてるっていうことはだいぶ何かあるよね。だいぶ何かあるな。だいぶ何かあるやん、うん、あと6話ね。うん、うん、1から6まで見て6話が一番なんかずっとスッキリせへんかったわ。一緒でございます6話の話を作るのには1話じゃちょっと足りひんかったなっていう感じがある。あの人に時間かけて感情移入とか同情させるそういう部分を作っておかないとこれでよかったねってならへんねん。うん、私一番嫌いやったシーンが同僚が食堂に入ってきて怒鳴り散らすやんか、うんうん、特定多数の知らん人がいる中で大声でわめき散らす人の神経がわからへんもう本当にあのシーンが一番イライラしたかもしれへん。逆にそこでの事務所の対応ねかっこよかったね。大人やなって、うん、でも確かに食事は通らんよねってなるよねあと根本的な面で犯罪者やんか、うんうんうん、あのゲイさんはね、うんうん、5年も逃げ回ってまあ自首はしたけど、うん、まあ犯罪者やん、うん、なんか偉大な母とか右翼のセリフであったけど、うんうん、そうかなっていうそこもやっぱりスッキリせえへんかった要因の大部分やけど特に弁論の中で北朝鮮の法律持ってきたんやからマジでいいのかってあれマジで法廷であるんかな。それやったら外国人は自分の国で韓国と違ったら何やってもあごめんなさいなんかうちの国ではそうだったんで知らなかったりするで済んでしまうやんか。ロッカーは正直いろいろモヤモヤしてなんならあの陪審員たちも判事がこう言う時にあれあの人たちすら納得してない顔やけん。でも一つ面白かったというかこれは日本人やから面白かったんやろなっていう部分がどこどこの何々ですみたいなおーみたいなああそうそうあの関係性、はい、あれもすごいよね。あれも言うたらもう特殊やもん。本当に韓国ならではの、うん、だから俺もさっき見ながらも韓国やなってコネにコネで買ってんのめっちゃおもろかったもんてめえがそういう手段使うんやったらこっちを使ったるわそうそうほんでその最終のカードめちゃくちゃ強いもんね知人の娘やろ、うん、もう一番強いやろあとはその着々とこう恋物語もね静かに描かれてるもんね。ウヨムとジュノペアもせやしラミとコンビの弁護士のね、うん、あっちもなんかどうなるか分からないけどねそっちも描かれつつあるっていう楽しみやの確かに、うん、さあ今日はねこうやって456まで見たんですけれども、うん、この動画の序盤に言った通りにこれからは言わつつ見ていこうと思いますんで、うん、まあ話数も減ったしなんかよく早めに見ていきましょう。はい、はい、じゃあイボン43ウヤギカジゴヨチョイヌンとタン43ソーベトロカゲスミナハードゥーセセヨー최수연 변호사가 공익 사건을 하나 맡았어요. 변호사가 해줄 수 있는 일이 많지 않은 사건인데 최수연 변호사가 뭐랄까 좀 지나치게 열정적이라고 할까? 우영우 변호사가 사건을 같이 하면서 좀 워워 시켜주면 어떨까? 워워요? 워... 그거 일본어 도우 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 일본인은 왜 그런지 모르겠어. 시켜줘. 私は知らん。韓国、おーおーなの。逆にはこっちなイメージやからな。おー